1993年にオリジナル10と呼ばれる10チームで始まった J リーグも、今では60チームにまで規模を拡大しました。これまでに様々なチームがしのぎを削り合ってきましたが、頂点から下位リーグまで浮き沈みを経験しているクラブはそう多くはありません。今回はそれら全てを経験してきた東京ヴェルディ凋落の歴史についてご紹介します。現在の姿しか知らない方にも、 J リーグ設立前からの長い歴史を紹介していきますので、最後まで楽しんでください。現在の正式名称が東京ヴェルディ1969であるように、ヴェルディは1969年に発足した読売サッカークラブを前身とするクラブです。1968年のメキシコ五輪で日本代表が銅メダルを獲得したことを受け、日本サッカーの可能性を感じた関係者がプロ化を目指して創設したクラブです。J リーグの前身ともいえるアマチュアトップリーグ、日本サッカーリーグでは1980年以降、強豪として名を馳せていました。クラブ発足からわずか十数年ほどでトップリーグの強豪にまで上り詰められたのは、ヨナシロ・ジョージやラモス・ルイラ、ブラジルからやってきた選手たちの功績が大きいでしょう。まだまだサッカーが浸透していない頃の日本では、超絶テクニシャンの彼らを止められる選手はいなかったのです。圧倒的な実力を誇る選手たちでしたが、時に気持ちが前に出すぎたり、勝ちのためには荒いプレーも厭わないことから、チームはアウトロー集団と呼ばれていました。ラモスがレッドカードを受けた後に、削った相手が笑っていることに腹を立てて、ピッチ上で追い回して1年間の出場停止を食らったことも。今でも時々テレビで強めの発言をするラモスですが、若い頃はだいぶ尖ってたようですね。そんな選手たちも年を重ねるにつれて丸くなり、さらに80年代後半からは武田信弘、北澤剛、キングカズラ、スター選手が加わって、ならず者のイメージは完全に払拭。9091シーズンと9192シーズン連覇でアマチュアリーグ時代を締めくくり、舞台を J リーグへと移していきます。 J リーグ加盟にあたって、チーム名を読売サッカークラブからヴェルディ川崎に改めます。当時は中立地である国立競技場を除いて、東京都内に J リーグ規定を満たすホームスタジアムがなかったため、神奈川県川崎市の等々力競技場を本拠地とするクラブとして発足しました。この頃のヴェルディはまさに黄金期。すでに紹介したラモス、武田、北澤、三浦ら当時の日本代表選手を多数擁した最強軍団でした。1992年、翌年の J リーグ開幕の前哨戦となる J リーグカップに臨みます。ここでは JSL 時代から見せつけてきた実力を遺憾なく発揮。前評判にたがわず、見事 J リーグカップ初代王者に輝きます。キングカズこと三浦知良は、決勝の清水エスパルス戦でもゴールを挙げるなど、全11試合で10ゴールの大活躍。得点王と MVP のダブル受賞を飾り、たくさんの注目を浴びて J リーグの開幕へと向かっていきます。迎えた1993年5月15日、開幕戦で横浜マリノスと対戦したヴェルディは、前半19分にヘニー・マイヤーのゴールで先制。 J リーグで初めて得点を記録したのはヴェルディの選手でした。この試合は逆転負けを喫してしまったものの、チームの勢いは衰えることなく、ファーストステージを鹿島アントラーズに次ぐ2位でフィニッシュ。セカンドステージでは優勝を飾ると、両ステージの王者で争われるチャンピオンシップで鹿島を破り、年間優勝を達成。見事 J リーグ初代王者に輝きます。 MVP は大スターキングカズ。得点ランキング3位となる20ゴールの活躍で J リーグ初代 MVP の座を手にしました。第1回 J リーグアウォーズに真っ赤なスーツ姿で現れたのは有名です。後に武田ら他の選手たちが明かしたことですが、あの時は黒を基調としたスーツで出席するように言われていたとのこと。指示をガン無視して超絶目立つ格好をした上に、期待に反せず MVP を獲得するのはさすがキングです。衣装で話題になった選手といえば、この時のカズと袴姿が完全に若頭な2021年得点王のスプリント老け顔役者くらいでしょう。ヴェルディは1994年も年間優勝を果たし J リーグ連覇。カップ戦は1992年から1994年まで3連覇。1996年には天皇杯優勝を飾るなど、毎年のようにタイトルを獲得しました。常にタイトル争いに絡み続ける、まさに黄金期と呼べる時代でした。ちなみにこの頃ヴェルディを率いていた J リーグ初代優勝監督であり、 J 史上6人しか存在しない連覇を達成した名将が、あの松木安太郎です。今では日本代表の解説役として、まあいいんじゃないですか、中でいいでしょうこれともはや解説と呼べるかもわからない居酒屋実況で有名な松木さんです。今の姿しか知らない Z 世代には信じてもらえなさそうな話ですね。
J リーグ誕生から常勝軍団として名を馳せていたヴェルディですが、主力選手も年齢を重ね、徐々に最強の座を保ち続けるのが難しくなっていきました。エースの数も30代になり、年のせいで輝きを失ったと言われていたようですが、56歳になっても現役を続けている今となっては肩腹痛いエピソードです。そうは言っても、実際に他の選手たちも含めて前世紀と比べるとプレーの質は落ちており、1997年にはJリーグ開幕後初めて無冠でシーズンを終えることになりました。さらに2年続けて無冠で終えた翌1998年のシーズン終了後、チームを大きく変えることになるある出来事が。チームの母体となった読売新聞社が経営から撤退することになったのです。 J リーグは発足時からクラブ名に企業名を入れることを禁じており、そのために出資会社がグループ企業扱いで赤字を補填することができません。野球界では巨人こと読売ジャイアンツが読売グループからの多額の資金投入で運営されてきましたが、このビジネスモデルは J リーグでは成り立たず、読売グループからの出資で大型補強を続けてきたヴェルディは大幅赤字が続いていました。読売は J リーグの掲げる地域密着の理念に開幕当初から反対しており、 J リーグ側から注意を受けるまで自社媒体では読売ヴェルディの呼称を用いていたほど、少々強引な資金投入も企業名を入れて運営をしないと、いずれはリーグ自体が立ち行かなくなると踏んでのことだったのでしょう。 J リーグと読売の理念のぶつかり合いに J リーグが勝利した形で、読売グループはヴェルディの経営から退くこととなりました。この影響で資金難に陥ったヴェルディは高額年俸の選手たちを手放さざるを得なくなります。キングカズ、前園真聖、柱谷哲司らがチームを去ることになりました。その影響もあって翌年以降パッとしないシーズンが続きます。ただこの変化は後に起こるクラブ最大の変化の前の序章に過ぎなかったのです。主力の多くを手放したヴェルディは数年間無冠が続き、スターが抜けたチームからはサポーターも離れ、観客数が徐々に減少していきました。これを受けてヴェルディは長年の計画をついに実行に移します。ホームタウンの東京移転です。経営改善が急務であり、大都市の方がその投資効果が大きいことや、1999年より J リーグに加盟した川崎フロンターレと同じエリアで強行してしまうことを理由に挙げ、 J リーグは異例のホームタウン移転を承認しました。 J リーグの加盟後にホームタウンを移転したクラブはヴェルディを除いて他にありません。ホームタウンをあっさり投げ出したヴェルディと川崎市の関係は最悪に。轟き競技場ホームスタジアムとしながら、重要な試合は国立競技場で行うことが多かったこと、当時のヴェルディの坂田社長が川崎では投資してもリターンがないと発言したことも相まって、完全な喧嘩別れに。川崎市は今後一切轟き競技場をホームゲームに使用しないことを条件に、ヴェルディの東京移転を認めました。当時は知る由もないですが、投資効果が薄いと見切られた川崎市を本拠地とするフロンターレが、今では地域密着型クラブの成功例として J1 有数の強豪クラブとなったのは何とも皮肉な話です。そんな経緯でヴェルディは2001年よりホームスタジアムを新設の東京スタジアムに改め、ヴェルディ川崎から東京ヴェルディに生まれ変わったのです。ヴェルディの目論み通り、東京移転によって観客動員数は大幅な改善を見せました。しかしその数はすでに東京の名を冠して J1 まで上り詰めていた FC 東京に及ばず、チームの成績も上向かず低迷が続きました。徐々に黄金期の面影を失いつつあった散々なヴェルディですが、いくつかこの時期にも巧妙が。2004年の天皇杯制覇、そして森本孝之のトップチーム昇格です。森本が中学3年時に記録した J1 最年少出場記録と J1 最年少得点記録は未だに破られていません。しかしそんな巧妙も虚しく、翌2005年に17位で初の J2 降格が決定。森本もそれを機に海外に渡ってしまうことになりました。 J2 降格の翌年、クラブは原点に立ち返り、 OB のラモス・ルイを監督に迎えて早期の J1 復帰を目指しました。 J2 初年度は7位で昇格とはならなかったものの、翌2007年には J2 で準優勝を果たして J1 に昇格。この時 J1 復帰のキーマンとなったのは復帰でした。後にブラジル代表にまで上り詰めた若きストライカーは、J2 で得点王になる活躍でチームを J1 へと導きました。復帰とディエゴのブラジル人コンビは J2 の生態系を破壊する反則系の戦力だったと言えるでしょう。 J1 に返り咲いて翌2008年には、序盤こそまずまずの成績を上げたものの、夏に復帰が欧州移籍して以降チームは低迷。1年で J2 に逆戻りとなり、これ以降どっぷり沼にはまり込んでいくこととなります。その後長らく J1 昇格争いにも絡むことのないシーズンを繰り返していくことになるのですが、
その原因の一つが指導者にあります。相変わらず経営状況は改善しておらず、強力な指導者が連れてこられないため、監督経験の浅いクラブ OB を起用しては数年で交代というのを繰り返しました。ラモスが一定の結果を残したのも悪い意味で影響していたのでしょう。 OB を中心とした監督起用は2016年まで約10年間続くことになりました。トップチームは目立った成績が収められないシーズンが続いた中で、とりわけ目立ったのが森本以降多くの有望選手が昇格してきたヴェルディユースの存在です。小林勇気、中島翔也、畑中慎之介、安西光輝ら後の日本代表選手を続々と輩出しました。特に有名なのが高木三兄弟。元プロ野球選手の高木豊さんを父に持ち、全員がヴェルディユースからトップチーム昇格を果たしてアンダー世代の日本代表に選ばれるまでになったという実力者です。三兄弟全員がプロになるだけでもすごいことですが、みんなが代表レベルというのはなかなかありません。父の高木豊さんは、息子たちがやりたいことをやればいいと野球を強制することはなかったそうですが、球界の OB はサッカーを毛嫌いしている人も多いようで、息子たちが活躍するとまた球界でいろいろ言われると苦笑いをしているようです。長らくクラブ OB に指揮を任せてきたヴェルディでしたが、転機を迎えたのが2017年。ミゲル・アンヘル・ロティーナを監督に迎えると、前年は下位に沈んでいたチームが大きく改善され、2008年の最高格以降最高位タイとなる5位でシーズンを終えます。昇格プレーオフで敗退し、惜しくも J1 昇格とはならなかったものの、翌2018年も年間5位で再び J1 昇格プレーオフに参戦。今度は決勝でジュビロ磐田に敗れ、あと一歩のところで昇格に手が届きませんでした。2年続けて好成績を収めたロティーナ監督は J1 のセレッソ大阪に引き抜かれてしまい、続投はならず、それ以降は再び OB を中心とした監督起用に戻ってしまっています。ロティーナ時代を除いて目立った結果を残せないまま、再度降格してから今年で J2 15年目を迎えた東京ヴェルディ。ユースからは藤田ジョエル千葉や山本リヒトら相変わらず優秀な選手が出てくるものの、皆個人昇格を果たすばかりでクラブの昇格にはつながりそうにありません。再び J1 の舞台で活躍する姿を見られる日はやってくるのでしょうか。ちなみにヴェルディを昇格まであと一歩のところまで引き上げたロティーナ監督ですが、セレッソ大阪、清水エスパルス、ヴィッセル神戸と様々な J リーグのクラブを率いています。対談の際は涙を流したり、クラブのイベントにも積極的に参加するなど、情に厚い監督のようですが、性格に反して見た目は少々いかつめです。特にゴールが決まっても笑顔一つ見せず、ベンチに座る様子はまるで怒っているかのよう、周りの様子に反してムッとした表情を続ける監督の様子はなかなかにじわるので、ぜひ注目してみてください。今回はヴェルディの凋落の歴史を紹介しました。 J リーグ初期の黄金期のような輝きを再び見たいという声、ホームタウンを捨てた自業自得なチームだという声など、いろいろな意見が見られるクラブです。皆さんもヴェルディについて印象的なエピソードがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。他にも紹介してほしいチームがありましたら、ぜひコメントで教えてください。それではまた。